そう、それでね、もうめっちゃ撮りたい動画たくさんあって、この前ツイッターでクッションファンデおすすめ教えてっていうので、ちょっと気になってたこのインテグレートの水ジェリークラッシュファンデーションを使ってみようかなと思います。なんかクッションファンデではないらしいけど、でも似てるから使ってみてっていうコメントをいただいて気になってたからやってみます。じゃじゃーん、私は明るめの自然な肌色1番を買いました。はい、こんな感じです。で最近ね、スキンケアを少し変えて、肌が荒れてから薬用の化粧水とか洗顔に変えて、最近このロキスタンの化粧水と洗顔を買いました。なのでこれちょっと使ってやってます。すっごいしっとりして、私気にはめちゃめちゃ良かった。そうだからね、ちょっとね気持ち悪いって思うかもしんない、今はまだ顔の感じ。私も自分で鏡で見て、なんかやばって思うけど、ただ全然もう見え方本当に変わったし、まだそんなはっきり見えやすいとかはないけど、ただここに入れる力とか全然違う。すっごいから超いい香りで、これにはなんか肌を再生する成分があるお花を使ってるらしくて、ちょっと違うかもしれない、説明の仕方違うかもしれないけど、まあでも肌にすごくいいお花が入ってるので、こういう私みたいにストレスとか疲れからくる肌荒れの方にはこれがいいですよっておすすめされて買いました。うん、めっちゃしっとりする若干今日ね風邪ひいてて声が鼻声なんですけど、いつもよりさらに聞きづらいかもしれない。これめちゃめちゃおすすめですので、ぜひ使ってみてください。はい、そしたらね、これ使っていきたいんだけど、下地やんなくて平気かな。やっぱちょっと下地やりたいので、このラロシポゼの下地を使います。これね、日焼け止めが入ってる乳液でめちゃめちゃ最近使ってます。でも本当に同じような悩み抱えてる人いたら、どんどん本当目悪くなっちゃうから、視力はやっぱ大事だし、私このままだと免許今取りたくてね、免許取れないかもしんないと思った。なんかもうだってコンタクトとか変えるたんびに悪くなってたし、その悪くなる徐々になったらまだねわかるけど、レベルが違うの、もう週ごとにって感じ。ほんと大げさじゃなくて、まだ若干痛いんですけど、まあ大丈夫です。はい、こんな感じです。めっちゃさしっとりするの、これも。はい、それじゃあ早速インテグレートのこちらの水ジェリーファンデ使ってみましょう。やばい、楽しみ。でもなんかもう見た目とかはほんとクッションファンデですよね、この感じ。ただ水分がすごい多い気がする。やってみます。うん、なんかクッションファンデをつけるときに結構カバー力がやっぱ普通のやつよりはないのが多いじゃないですか。で、私カバー力があるクッションファンデを今探してて、でもこれすごいカバー力あるかも。がっつりカバーしてますっていうよりは、嫌なところはちゃんと消してくれるみたいな感じのカバー力ですね。めっちゃいい、いい、わーすごい、これいい。そう、なんか最近やっぱり肌ここら辺ボツボツ荒れてて、それもちゃんと隠せますね。なんかこの前スックっていうブランドの化粧品を雑誌の付録であったから買って使ったらすごい良かったのね。ただそれを使いたいんだけど全然売ってないの、めっちゃ人気で。だからね、もうスックは諦めるでもすっごいいいので皆さんぜひ使ってみてください。なんかね、カバー力は正直ないんですけど、めちゃめちゃナチュラルについてくれて、水分がすっごいたっぷり入ってるって感じだから、なんかつけてますみたいな感覚は全くゼロで、めちゃめちゃおすすめです。なのでぜひ気になる方使ってみてください。ただね、私探したんだけどどこも売り切れ、人気なんだろうね。デパコスです。ちょっと高いけど、今ねルイとねルネはねジョンと一緒に、なんかジョンがコストコに行きたいって言ってて、コストコに行っちゃった。で、私みんなに報告したいから撮るねって言って、でルイとね連れてくねって言って連れてくれました。すっごい協力的な旦那さんだから、ジョンは本当に協力的な旦那さんなんで、私もすごい助かる、助かるっていうか、二人で本当支え合ってるっていう感じ。もうなんかもう本当にあんなにいい人いないと思う、本当に。はい、こんな感じです。やっぱりまだちょっとつけてますっていう感じが結構ありますので
ありますので少し馴染ませたいと思います。でもめっちゃいい、これすっごいいい、ぜひ買ってみてください。2000円かな確かだったです。めっちゃいい、こんな感じ、ツヤツヤも程よいツヤツヤ感だし超いいですね。でまだちょっと白い感じがあるのでビューティーブレンダーで、何もついてないビューティーブレンダーで少しなじませます。なんだろうね、これパウダーファンデーションをつけた時と見た目が似てるけど粉っぽさはないししっとりしてるんだよね。私めっちゃ求めてたわこれ。すごい。どう、白すぎ？でも多分シェーディングとかしてブロンザーとかつけていけば平気かな。白すぎ？大丈夫かな。はい、で次にシェーディングブロンザーをつけてきます。これこちらね、これお試しサイズみたいな感じで友達からお土産でもらったんだけど、これね最近めっちゃ気に入っててずっとこれを使ってます。え、これパウダー上からやった方がいいかな。でもちょっとしっとりしてるからちょっとだけいいかな、ドバッてつけたくないし、ちょっとだけパウダーやります。こちらのキャンメイクのシークレットビューティーパウダー01番、これさめっちゃさパッケージっていうかこのケースがさプリキュアみたいじゃない。すっごいプリキュアみたいで私結構好きなんだけど、これねすごい使いやすくてお気に入りです。キャンメイクって優秀だよね。私もキャンメイクのみんなにおすすめしたい化粧品結構あるから、それも動画で撮りたい、気になる人いたらコメントで教えてください。でブロンザーつけます。でブロンザーつけるときに結構ブラシ何使ってますかっていうコメントよくいただくんですけど、時と場合によって変えてて、ふわっとつけたい時はブラシのこの束が多くてふわふわしてるブラシ、大きめのブラシでつけていて、がっつりつけてもシェーディングブロンザーのメイクみたいな時はもっと小さくてこれでつける時もあるし、こういう斜めのブラシでつける時が結構多いですね。でも最近はもうふわっとしたいのでこれで済ましています。これからどんどん夏になってメイクもなるべく肌に塗らないようにしていきたいなと思っているので、なるべく何もつけたくない。はい、こんな感じです。そしたら次に眉毛描きます。眉毛に使うのがこちら NYX のすっごい細いアイブロウペンシルとケイトの廃盤になってしまったダブルラインフェイカーというやつです。これね廃盤になって今ただ茶色っぽいやつになってるんですけど、こっちの方がグレー感があって私の眉毛に合うので、これがなくなったらもう終わりなんだけど、これを使います。でこれはねもうすっごいおすすめ、もう何年もずっとこれ使ってる。すっごい細くてアナスタシアの眉毛ペンシルとめっちゃ似てるんだよね。はい、描きます。眉毛描くのほんと嫌いなんだよね。嫌いというか上手に描けない。眉毛はさ上手にさ描けた時の、あ今日メイク上手にいくわみたいなの結構多くないですか。私眉毛描けたら今日はもうメイクノリいいわって感じちゃう。ママだよルイ、大丈夫？パパとお買い物してるの？ママね今お家でメイクの YouTube 撮ってるから、ルイくんパパとお買い物してきて。できる？じゃあ待ってるねお家で。わかった？かわいすぎる。眉毛こっちだけ短いから先端の部分をこれで描き足して、次に眉マスカラを塗ります。眉マスカラはこの MAC のブローセットという眉マスカラ使うんですけど、これもうすっごい良くて前から使ってて、これ多分4本目ぐらい。はい、眉毛完成しました。ではアイシャドウ塗っていきます。この MAC のアイシャドウがすっごいね色味が可愛くて綺麗で、サンスペックっていう名前なんだけど、めちゃめちゃね綺麗なの。こんな感じでちょっと見にくいけどオレンジっぽいキラキラっていう感じで、私すっごい好きこれだから、このアイシャドウを使うかキャンメイクのこれもねかなりキラキラです。でキラキラの粒の大きさっていうのが選べて、こっちがなんか細かいラメでこっちが大粒のラメが入ってるっていう感じで、すごいね可愛い。これはなんか何かと使えるものですね。で最近はもう全然化粧してなかったからどうしようかな、マットな感じにするかラメだけにするか、そこで迷う。最初にこのスマッシュボックスのお気に入りのパレットでちょっと下にマットのものを入れます。そうしよう、これを使います。
でね、こっちがね、まだね、あざがあるの。だから、ちょっと痛々しいんですけど、でも全然傷跡とか目立たないからよかった。先生がね、中国かな韓国どっちかの人で、私がね、自分の今まで二重だった幅でお願いしますって言ったら、え、ついでに大きくしないのみたいな、みんなをやってるよみたいな感じで言われて、いやいいですって、もう自然な感じにはなりたくないから、そのまんまでいいですって、ただこれが見にくいのが治ればいいんでって言ったら、なんかすごい不思議な顔して、だってやだよ、マットなブラウンを全体に塗ります。ぼかした方がいいから、そういう時は上の方にくる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 っとしながら持っていくのが私流。合ってんのか分かんないけど、ちょっとね、このままノーズシャドウも入れちゃいましょう。はい、こんな感じです。で、まぶたの下まぶた半分ぐらいまで同じ色をのせておきます。こんな感じです。したら、まあこの中で使ってもいいんだけど、せっかくだからこの MAC の3スペックちょっと使ってみましょう。大きめのブラシで取って、中心に上までのせちゃいます。で、なじませます。なんかね、動画では結構伝えにくい、見にくいかもしれないんだけど、すっごい細かくてめちゃめちゃ可愛いの。なんかだから、このアイシャドウ、このシリーズのものすっごい全部可愛かった。私的にはタイプのものばかりで結構お気に入りです。はい、でこれだけでちょっと寂しかったので、目尻の方に暗い色を入れます。さっきのアイシャドウパレットのこれ濃いブラウンを取って、目尻の方に少しのせます。こんな感じ、反対も。で、ここの目頭のところにキラキラを入れたいんですけど、このキラキラをこのキャンメイクのさっき紹介した粒が細かい方を入れますね。指で取ってパッとのせます。あんまね、のせすぎてしまったり、粒が大きいラメとかでやると、ただ目矢についてる人みたいに見えるから、そこら辺もご注意ください。そしたら目はとりあえずこんな感じです。でね、アイライナーを聞こうかな。今日はアイライナーは大好きなこちらの不老不死のモテライナーのブラウンブラックという、どっちやねんっていうね、ライナーを引きます。私普段全然アイライナー引かない人だから、みんなの方がうまい。はい、こんなんでいいでしょう。そしたらね、マスカラをつけていきます。マスカラはもうこれね、お気に入り紹介で紹介しようって思って、もうめちゃめちゃお気に入りのこちらモテマスカラの、下まつげとか目尻とか目頭用の超細いマスカラなんですけど、これこのパッケージのやつです。で、これはね、もうね、好きすぎてストックしてあるの。そう、とんくらい好き。もうね、マスカラなのに、いや、もう目尻用とか下まつげ用だからすっごい細くなってんの。超いいでしょ、これ。だから細かく分けることができて、めっちゃお気に入りです。その前にビューラーをします。ただ昨日ね、私ポータープルーフタイプのマスカラを使ってて、それがちゃんと落ちきれてないから、今日マスカラは上手にできる気がしないんですけど、塗っていきましょう。ずっとさ、まつげくしてたから、まつげが全然自分のものになるとないね。ただ本当にこの目頭とか目尻のつけやすさが本当に異常。こちらまつげ逆さまつげだから、それも直した方がいいよって先生に言われたんだけど、超怖いよね。だからめっちゃ悩んでる。でも多分直さないかな。なんかもっと目が変わってしまったら嫌だから、とりあえずは今のままでいいですね。そしたらアイメイクはこんな感じでいいです。これが最近よくしてるアイメイクです。なんか下のまつげアイライナーとか入れたいんだけど、なんか怖くてやってない。いつもこんな感じです。そしたら次、チークとハイライトとリップで終わりですね。チークはどうしようかな。今日結構スモーキーなアイシャドウだったので、最近気に入ってるのがこのバディというカラーのチークなんだけど、これね、そんなにねガッツリつかなくてめっちゃ気に入ってるんですけど、どうしようかな。まあでもこれでやります。ブラシはこのダイソーの
ブラシ、これすっごい使えるの。しかもポーチに入れられるからめっちゃ好き。ふわっとのせます。したら全体的にブレンドしていきます。はい、こんな感じです。ハイライトブラシは私アナスタシアの A の23番使っています。で、ハイライトに使ってるやつがキャンメイクシークレットカラーアイズ01番、ここ真ん中のやつ。もうね、これね3個目ぐらいなんだけど、めちゃめちゃ優秀で何にでも使える。もうすぐなくなっちゃう。お、ここと眉毛と鼻の先っちょちょん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 と顎ね。で、ここに本当は薄い茶色いパウダーがあったんだけど、もうね、なくて、それをね、本当はいつもここの、ここにつけてたんだけど、もうないんですよ。はい、で、最後、リップですね。で、リップね、めっちゃ今、すっごいお気に入りのマークのリップがあるんだけど、それ車の中に忘れてきてしまったので、今日は代わりに、これか、これ?でもこっちかな。ちょっと大人っぽい感じだね。このリップを使います。種類が MAC のハガブルリップカラーで、名前がリッチマロというカラーの名前です。塗っちゃうとすごいガツリついちゃうので、ポンポンと押す感じで、本当にさ、唇のさ引きさがないから超大変。こんな感じですかね。はい、完成しました。最近の私のメイク、こんな感じです。ちょっと今髪の毛が、お風呂シャワー入って寝癖を直してボサボサなんですけど、こんな感じでございます。このね、リップのカラーがめちゃめちゃお気に入り。はい、ということで皆さんにご報告、話したいことと最近の私のメイクを紹介しました。で、これからね、もっと化粧品、ビューティー系の動画をたくさん撮っていきたいと思うので、ぜひリクエストください。本当に今まで悩んでたことが今解消されて、すっごい自信になったし、自分のいろいろ悩んで長い期間みんなにはね話してなかったんだけど、もう何年もずっと私が悩んでていたことなので、もし同じような悩みがいる方はぜひお母さんとお父さん、家族にね相談したり、大切な人に相談したり、自分で一人で抱え込まないで一回話してみることは結構大事かなと思います。私がもう今目見えるようになってすっごい幸せだから、もし悩んでる方がいたらこれを機に考えてみてもいいかなと思います。ただね、欲張ってめっちゃ目でかくとかするのも全然私はそういうのにいいと思う人だからいいと思うんだけど、今もう私ちょっと目が変わってるだけで今はもうすっごいなんか嫌だなって思ってるから、とにかく私は今腫れが引くのを待っております。はい、という感じで皆さんにご報告でした。と、最近の私のメイクです。で、使ったものとか詳しく知りたい方いたらぜひコメント欄で教えてください。で、さっきの方、最初の方でね話したクッションファンデの比べみたいなのもやっていきたいなと思うので、ぜひチェックしてみてください。長々と失礼しました。もしこの動画が良かった、ためになったと思ったら、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。では、バイバイ。